乃木坂46から秋元真夏さんが卒業することが発表されて、ファンの間で惜しむ声やショックが広がっています。それは秋元真夏さんが人気メンバーだったことも影響していたわけですが、他にも理由がありました。乃木坂46の2代目キャプテンが卒業することによってチームを引っ張る存在が不在になるのではないかと不安視する声です。つまり秋元真夏さんの後任の乃木坂46のキャプテンについて、人選をめぐってオタク内で熱い議論が交わされている状況です。この乃木坂46の3代目キャプテンについては、最も有力視されているのが梅澤美波さんです。今回は次期3代目キャプテンについて調査してみましたので、早速ご覧ください。乃木坂46 3代目キャプテン予想が加熱。2023年1月7日、秋元真夏さんが自らのブログにおいて、2023年2月26日に乃木坂46から卒業すると明らかにしました。割と日が迫っているだけに、ファンの方はさぞかし心の準備ができていないのではないでしょうか。しかし秋元真夏さんの卒業だけではなく、彼女が勤めていた乃木坂46キャプテンの後任も同じくらい話題になっていたのです。秋元真夏さんは1993年8月20日、埼玉県出身です。2011年、乃木坂46第1期生オーディションに合格して乃木坂46のメンバーになりました。そんな秋元真夏さんは活動歴12年という重鎮であるのみならず、最後の乃木坂46の1期生でもありました。乃木坂の女子校の仲の良いクラスメート同士のようなグループというイメージは、秋元真夏さんの柔和なキャラによるところも大きく、後輩の面倒見もよく、外仕事の時には後輩メンバーをしっかりサポートアシストしている姿が印象的でした。1期生がいなくなり、2期生も鈴木彩音一人となっていることから、一時代の終わりを感じさせます。つまり秋元真夏さんの卒業は単なるキャプテンの卒業ではなく、乃木坂46の大幅な世代交代をも意味していたわけですね。これではファンの間で乃木坂46 3代目キャプテン予想が加熱していたのも納得というものでしょう。気になる乃木坂46の3代目キャプテンですが、通常アイドルグループのキャプテンなどは年功序列による人事となっており、最古参メンバーや最年長メンバーとなることが多くなっています。現在の乃木坂46の顔ぶれを見てみますと、1期生は秋元真夏さんしかいませんから、次に古参となる2期生となると鈴木彩音さんだけでした。さらに3期生にまで広げてみると、伊藤りり子さん、岩本蓮香さん、梅澤美波さん、久保志織さん、坂口珠美さん、佐藤楓さん、中村玲乃さん、向井葉月さん、山下美月さん、吉田彩乃クリスティさん、与田祐希さんと11名もいました。つまり総勢12名と結構な人数だったわけです。キャプテンの条件と言われているものを振り返ると、乃木坂46のキャプテンは初代の桜井玲香、2代目の秋元ともに全表題曲でセンターではないものの副陣であることが大まかな決まり。そのため安定して高い人気を持つメンバーでなければなりません。そこで現在最も有力とされているのが3期生の梅澤美波さんです。乃木坂46の副キャプテンを務めていたことも合わせて、梅澤美波さんが最有力視されるゆえんではないかと思われます。乃木坂46梅澤美波とは、梅澤美波さんは1999年1月6日、神奈川県出身です。2016年、乃木坂46第3期生オーディションに合格して乃木坂46のメンバーになりました。そんな梅澤美波さんで乃木坂46 3代目キャプテンは確定的なのでしょうか。2期生がもっといたり、梅澤美波さんが副キャプテンでなかったら論争になっていたかもしれません。しかし
2期生は鈴木彩音さんしかいないため、秋元真夏さん卒業後は乃木坂46は3期生メインで活動していくと見られています。そうなるとがぜん副キャプテンである梅澤美波さんが有力となるでしょう。こうした流れから2023年以降は梅澤美波さんがキャプテンで、副キャプテンはまた空席になるという観測も見られました。ただし将来的には副キャプテンも置かれる可能性は高く、早くも3期生の久保志織さん、4期生の田村真由さんなどを副キャプテン候補として支持するファンがいるということです。つまりやはり梅澤美波さんがキャプテンになるのが濃厚だと考えられるわけでした。乃木坂463代目キャプテンに梅澤美波が有力なのは他にも理由があった。ここまで梅澤美波さんが乃木坂463代目キャプテンではないかと見られる理由についてチェックしてきました。しかし梅澤美波さんが有力視される理由は他のところにもありました。グループ内における存在感も強かったからです。梅澤美波さんに対しては5期生の小川彩さんがいい意味で圧を感じるという変わった評価をしていました。圧を感じるとは威圧的であるような印象を受けかねませんが、もちろん小川彩さんが言いたかったのは悪い印象ということを言いたかったわけではありませんでした。小川彩さんは梅澤美波さんについてオーラがすごいとか全てが綺麗などと称賛していたのです。つまり小川彩さんとしてはカリスマ性があると言いたかったのでしょうが、どう形容したらいいのか迷い語彙力を失っていたのでしょう。このように梅澤美波さんのキャプテン有力視の背景にはその存在感もあったということになるのでした。オタクたちの激論。乃木坂46のオタクの間では乃木坂463代目キャプテン予想はどうなっていたのかと見ていくと、3代目キャプテンに向けてすでにチーム大学病院並みの派閥争いが行われているのではないかと考察されています。久保志織さんなどはまず後輩にお菓子で餌付けするなど周りを固めていく政治力を発揮する様子などが SNS などで確認できており、勢力図的には鈴木彩音さんリスペクト軍団、梅澤軍団、しおり軍団で争う勢力図となっているようです。久保志織さんの後輩から好かれるという武器を遺憾なく発揮している様子で、逆に梅澤さんは先ほどもお話ししたように威圧感もあり、ある意味後輩などからは恐れられている部分もあります。オールナイトニッポンでも乃木中でも梅澤さんは後輩誘えないからご飯行ったことないと発言しており、その差がどう出るかで今回の人事が決まってくるとオタクの間では考察が進んでいます。しかし後輩の面倒見が良いことだけではこの大所帯のチームを牽引することはできないかと思います。良くも悪くも嫌われ役に時としてなり、責任感や全体を見れてこそのリーダー、そういった点は梅澤さんに軍配が上がっているのではないでしょうか。あくまで主観での話となりますが、キャプテン梅澤美波、副キャプテン久保志織が適役なのかもしれません。あなたが思う次期キャプテン、チーム構想などありましたらぜひコメント欄に残していってください。まとめということで、今回は乃木坂463代目キャプテンについて取り上げてみました。まずは乃木坂46 2代目キャプテンで卒業が決まった秋元真夏さんに対してその労をねぎらいたいと思います。一方で乃木坂46 3代目キャプテンではないかとの観測が高まる梅澤美波さんについても俄然目が離せません。秋元真夏さんの存在が大きすぎたために、誰が乃木坂46 3代目キャプテンになったとしても当面は苦労するに違いありません。しかし秋元真夏さんも同じ経験をしてきたわけですから、仮に誰がなったとしても乗り越えることができるでしょう。現在チームの支柱を失いかけ人気低迷なども懸念される中、うまくチームを統率して導いてほしいですね。
梅沢みなみさんになるのか否かはまだ決まっていませんし、不透明な状況ですが、誰に決まったとしても変わらず応援していきたいですね。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。